三島幸夫賞は作家三島幸夫の業績を記念し新潮社の新潮文芸振興会が主催する文学賞。略称は三島賞。新潮社は新潮社文学賞、日本文学大賞を主催してきたが、それに代わるものとして、 三島没後17年の1987年9月1日に創設され、翌1988年に先行授与が開始された。三島幸男は、新潮社と付き合いが深く、愛の渇き、潮斎を、はじめ、書き下ろしの小説を何冊も出し、晩年は、北条の海四部作を、雑誌、新潮に連載した。没後は、新潮社から全集が出され、 小説と戯曲の多くが新潮文庫に収録された。新潮社が芥川賞、直木賞と同種のカテゴリーを要求しつつ、新しい才能を求めるべく打ち出したのが三島幸夫賞と山本周五郎賞である。対象は小説、評論、詩か戯曲の文学の前途を開く、新鋭の作品一編に授与するとしている。 2013年時点では、候補作、受賞作のほとんどは、小説作品である。選考会は5月中旬頃。受賞作家には、記念品及び、副賞100万円が授与される。選考委員は、人気制で4年ごとに入れ替わることになっているが、再任が可能である。このため、宮本明は20年の長期にわたり選考することになり、 同一人物が長期間審査する批判を免れることはなかった。純文学以外のジャンル出身作家からの受賞がある。また、中堅作家、大谷が受賞することがある。落選した、田和田陽子は、クライスト賞他海外の文学賞を、次々と受賞し、受賞者の蓮見茂彦が、石井真嗣を推すなど、賞の選考に波乱がある。 選考委員、江藤敦大江健三郎、筒井康隆、中上健二、宮本明第1回、第2回第3回第4回選考委員、石原慎太郎、江藤敦高橋玄一郎、筒井康隆、宮本明第5回第6回第7回第8回、選考委員、青野総石原慎太郎、江藤敦筒井康隆、 宮本明第9回第10回第11回第12回選考委員、島田正彦、高木信子、筒井康隆、福田和也、宮本明第13回第14回第15回、第16回。選考委員、第4期と同じ第17回第18回第19回、第20回選考委員、小川洋子、川上博美、辻原昇平野慶一郎、 町田康史第21回、第22回、第23回、第24回選考委員、川上博美、高村薫、辻原登、平野圭一郎、町田康史第25回、第26回、第27回、第28回選考委員、第7期と同じ第29回、第30回、第31回、第32回選考委員、川上美恵子、高橋玄一郎、 田和田陽子、中村文則、松江ひとし第33回第34回。ありがとうございます。